深夜の飯テロ食堂ナンバー14、大人のナポリタン。玉ねぎを猫の手で切っていきます。玉ねぎの太さとかはまあ適当で構いません。次にピーマンを切っていきます。動画はちょっと危なっかしいんですが、しっかり手を丸めて切ってください。トマトも4等分にしていきます。しっかり手を丸くしないとピーマンじゃなくて指が切れてしまう。さあフライパンを加熱して、火の通りにくい食材から加えていきます。焦がさないようにじっくりと炒めていきましょう。塩を加えると玉ねぎの水分が出るから甘くなります。イメージとしては野菜に汗をかかせるような感じでしていきます。全体がこうしんなりしてきたらピーマンを投入。最後にトマトを入れて木のヘラでどんどん潰していってください。潰していきながら炒めてソースを作っていきます。さあいい匂いがしてきました。ずっと嗅いでいたい。トマトの焦げる香りが大好きなんですよね。あらかた潰れて少し水分が出てきたら、パスタの茹で汁を2杯ぐらい入れてゆっくり混ぜてください。フライパンについた野菜のエキスを剥がすような感じで美味しいソースを仕上げていきます。そして茹でておいといたパスタを入れて和えてください。汁気がなくなれば完成です。私は個人的に少し焦がした方が好きなので、ちょっと焦がしていくかな。さあ盛り付けも男らしくどさっと、こんな感じで盛り付けたらあとは食べるだけ。チーズをたっぷり振っていただきます。トマトの生の食感がもうたまらない。よかったら作ってみてください。あと邪魔じゃなければチャンネル登録お願いします。またね。